はい、どうも、キメのちゃんですかね。まあ、猫に餌やってる人がめっちゃ怖いって話したいと思います。ちょ、猫に餌やってる人ってさ、自分が餌やってる猫にさ、他人が触ろうもんならさ、ちょっと、うちの猫に触らないでくれるみたいなノリでさ、まあ、行ったりするやつおるじゃん。ほんと怖いよな。うちの猫だったら、あなたはさ、その猫、野良猫を家で飼うべきだし、ね。 もう、野良猫に餌だけをあげるっていうさ、なんかすごい楽な立場にいるべきじゃないと俺は思うんだよね。そう。そういう楽な立場でいながらさ、うちの猫だって視聴者あたりがさ、ちょっと頭おかしいよなっと思う。で、しかもさ、野良猫に餌やってる人ってさ、自分が家で飼ってる猫じゃねえのでさ、野良猫に対してさ、 対してさ、おう、〇〇のみーちゃん、おいで、みーちゃん、おいで、みたいなこと言ってんの。いやいやいや、いやいや、これお前の飼い猫じゃねえしさ、変な名前つけんのやめろって思っちゃうよね。さあ、すごい思ってること。二つ目。もうね、自分が野良猫に餌をあげてるわけじゃん。で、餌をあげてる野良猫を第三者が持ち帰ろうとすると、すごい怒るわけだよ。 ちょっと待って、猫の幸せを考えたらさ、第三者が、ね、野良猫を捕まえて家で飼うっていうのが猫が一番幸せになるロードじゃん。なのに、野良猫にああ餌をあげてる人はさ、餌をあげてる人はさ、第三者がさ、野良猫をさ、家に持ち帰ろうとするとさ、おいうちのかわいい猫を連れ去るんじゃないみたいな感じで、すごい怒るの。えっつって。えっつって。え,っ,つっ,てえ,っ,えっ,って。いやいや。 うちのって何みたいな。うちのって言うんだったらさ、野良猫をさ、いいんか、連れ帰、連れ帰りなよ。つって。本当に。な、なんでさ、餌だけあげて満足してんのみたいなふうに思っちゃうしさ。おかしいだろみたいなふうに思ってる。俺は。ま、あ三つね。いや、野良猫に、餌やってるやつはね、マナーが悪いんだわ。 ま、野良猫に餌あげるときってさ、なんか、なんかこういう薄っぺらい紙の上にさ、なんか、餌、餌を置いてそのまま放置して立ち去るさ、猫に餌をあげるアホ、つもいるしさ、猫の缶詰をさ、ピエリだ開けてさ、猫の缶詰だけポッと置いて、ま、どっか行く奴かいるじゃん。そういうの見て思うのはさ、ちょっとさ、お前ら猫が餌食べるまでさ、その前にずっと見とれよ、つって。で、猫がさ、食べ終わったそのなんか、 あとに残るさ、トイレットペーパーじゃないや、紙のペッパーとかさ、缶詰、ね、なんか、猫の餌が入った缶詰のカンカンとかさ、ちゃんと家に持ち帰れよっつって、お前らみたいなやつがさ、5人も6人もさ、湧くとさ、めちゃくちゃさ、カンカンとかさ、髪のペッパーがもう残って汚いしてさ、本当にやめてほしいわ、と思ってて。そう。だからね、猫に餌あげる人は本当にタちが悪い。それが言いたかった。